はい、というわけで、前回ゼンリーケードでやってみたんですけどもどうでしたでしょうか。悔しいんじゃないですか。悔しい。結構遊ばせてあげた感はあって。そうだね、これが遊びだ。こちら遊ばれてた。結構遊ばせてたんで、まあ3組に、まあ、もう一度チャンスをというかもう1回戦やりたいと思ってるんですけども、第2回戦目はちょっとルールが加わりますので、ゼンリーケードロ追加ルール、先ほどのゼンリーケードロに宝箱ルールを追加します。学校内に宝箱が10個隠されています。めちゃめちゃ多いな、はい、めちゃあるじゃん。でもここからが大事です。本物の宝は3個、偽物が7個あります。偽物あるよ。はい、で第1回戦とは違って制限時間は20分になります。お、長い長い、はい、長い。で泥棒は本物の宝を1つでも見つけて3組揃って校舎の1階にある出口から外へ脱出することができたら泥棒チームの勝利となります。あ、はい、じゃあ1組取ってもダメなんだ。いや、1組が見つけるじゃん、はい、そしたら3組が合流して一緒に出なきゃいけない。叫ぶをいや、前例があるんで。あ、そう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 。あ、じゃあやりとりで見つけたってやばくない？そういうことです。警察は宝を守りきるか泥棒を全員捕まえたら勝利です。偽物の宝箱の中にはミッションが書かれており、それを必ず実行しなければなりません。えぐ、はい。で、さらに今回は負けたチームには罰ゲームがあるんです。マジか。負けないように頑張りましょう。はい、はい、それではゼンリーケードロ宝探し編やっていきましょう。イエーイ。マジ疲れた、マジ疲れた。全員確保。イエーイ。宝箱やからさ、なんか本って多分単純に複雑なところに隠れてるよね。え、そうなのかな。ミッションが気になるんだけど。だからよ、そう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 、音楽室のミッションとかありそう。あ、楽器弾いたの。音でだって分かるじゃん。それ確かに。なんか鈴とか身につけて走りなさいって言われたらマジいいよ。やばい。メッセージでやったらさ、バレちゃうじゃんね。誰かが鍵見つけたら、うんちのあのスタンプあるじゃん、あれを送るよ。あ、いいねいいね。スタンプチョイスセンス悪い。あれしか、覚えて、あれしか覚えてない。覚えてない。そうなんですか。怖い、マジでこの音。京介警察署の大久保光生と千葉敦貴だ。毎回なんか上手いな。先ほど本部から連絡があり、再び3組の泥棒が脱獄したようだ。3組の泥棒は無事本物の宝を見つけ出し脱獄することができるのか。我々のスタートの合図で30秒間逃げてください。それではよーい、携帯見てね、みんな。はい、スタート。探せ探せ。30秒間だから、ちょっと出して出して出して。あー、ごめん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 。あえてあっち行く。あっち行く。部屋一つ一つ見ていく。こっちに行っていく。めくればあるとか言ってるね。てててて、しゃがん。ありますか。てててて、これ効率いい。これ効率悪い。悪い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 よね。さっきは本当にやばかったから。冷静に来ないですよ。冷静に来ない。すっごい寒い。寒いね。温めるからすぐ。そうだね。いや、マジ暑かったよね。うわー。待って待って待って。宝箱でしょ。最初に体育館行かない？いや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 。で、すれ違ったらこれやばいよね。やばいな、やばいな。心臓悪い。5、4、3、2、1、スタート。よし。よし。よし、とりあえずじゃあ。とりあえず一組捕まえようか。捜索みたいな感じでいきます、まあ、軽くね。パトロールで。ちょっと寒いから手つなごう。ちょちょちょ、そのつなぎ方求めてないから。え、なんで。いや、求めてない。違うの。求めてない。指と指まで温かくなれるやん。仕方ないよ。やばい、ね、音楽室とかコンピュータ室とかない。コンピュータ室怪しくない。怪しい。行く。行けるよ。あったか。あったけ。あったけな。絶対ありそう。え、むずくね、案外。宝箱。
まったりしてられんぞ。これ違う。違うな。違うな。ないの。怖いよ怖いよ。これやばいな、もう一回。やばいな。でも今度こそ勝ちたくない？いや勝つよ。どこだ？あそこの絶対あそこの裏でしょ。どこだ？ピアノ置いてあるって。あちょっと怖くない？怖い怖い怖い。やっ、ありました。ありました。せーの。よかったな。行こう行こう。はい。し、せーの、レッツカン。うわ、これ。やばくない？そう、開けちゃってください。開けちゃっていいですか？はい。卵ちゃう。うわ。はい。一問、一回目のミッションは？男子は女子の可愛いところ3つ、女子は男子のかっこいいところを3つ言う。うちだってこと？そう。恥ずかしいんだこれ。急に照れんじゃん。こういう感じね。なるほどね、ミッション。いや、まあ髪型可愛いし、あのね、俺めっちゃ目元好き。本当に言ってる？めっちゃ目元好き。ピアスかっこいい。ありがとうございます。顔かっこいい。ありがとうございます。あとね、スタイルがいい。ね、いや俺普通にマジで、あのなんかサイズ感が好きです。ミルキちゃんのサイズ感がなんか女子の理想みたいなです。褒めてんの？褒めてる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 。やったやった。身長とかね。あーねあねあね。そう、はい、オッケーじゃない、これオッケー。よし、次行きますか。次行こう次行こう。こういうとことかね、絶対見た方がいい。いる？いないいないいない。いないいないいない。何隠れてる？俺何やってんの？あ、ないない、あれ、ない。あれ、ない。一回見てみましょう。あ、これじゃね？え、そうだ。あ、そうだ。一回やりますね。OK。開けます。開けます。はい。無理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 。下にある風船を割れ。はい、割れ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 。もう一個、もう一個ある、もう一個ある。うるさい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 。うるさくなる。バカ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 。戻って戻って待って待って。せーの、はい、せーの。あ。いい、オッケー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 。え、生もそう、ない？うるさいね。音でわかるね。なんかしてたな。いくよ。ダッチ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 。ちょっとイサたち早いって毎回。だって。何、ミッション？ミッション失敗した。風船割ったの。どういうこと？風船割れっていうミッション。そう、ハズレ引いた。うん、いや、音が出ちゃいましたわ。成功とか言ってないから。そういうゲームだから。まだ序盤だから、うんうん、頑張ったのに。頑張った。いや、風船はやばいわ。次どこにいる？違うにいる。図書室かな。行こうか。人民ビペアが図書室らへんにいる。また図書室で捕まりたくないで俺ら。本当だよ。絶対あるって。絶対あるよ。俺絶対あると思う。あった。開けてください。これいいですか？いってください、はい、オープン。オープン。うわ、ミッションや。ちょっと早くしないと来るから。行こうぜ行こうぜ。はい、なんで書いてますか？放送室行き、警察に捕まえられる。俺らが先やったこと。捕まえてみろよ。これ流れてる？これ流れて流れてる。せんの帰ってきちゃったよ。置いとこうぜ。それは叫んでるよ。汗、前輪ちょっと見ようぜ。あっ、ね、宝物見つけてるかもしれないから。
どこだっけ、放送室。放送室、放送室行かなあかんか、すぐに。あ、おったおった、あかんあかん。でもやらなあかんのよ、これは。あ、そっかそっか。無理だ。バカや、俺ら。自爆行為や。自爆行為や、俺。捕まえてやれるものなら捕まえてみろ。これミッションだよ、これミッションだ。もう一回言いますよ、もう一回言いますよ、もう一回言いますよ。五分移しよう。はい、ジャック、せーの、捕まえられるものなら捕まえてみろ。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。やばい、これミッション悪いな。さっきもミッションで俺ら一人捕まえてるから、どこでも何でもいいと思って宝箱開けるからそうなるんで。俺ら捕まった、俺ら捕まった、捕まったぜ。あ、いるよ。あいつらは一組しかいない。うわ、逃げ出されたってこと。え、どういうこと。